メンじゃん。そうそう、どうだろう、これがちょっとしんどかった。店が開くには、ジムの愛情がなくて、愛がなくて、で子供3人とかなくて、で旦那だけなのすごい。そうですよ。長女のとこも旦那と長女が長女で、娘の家のカナがなれんから、カナとあの次女はなれんから、長女と旦那がなれんから。でも体の最高力だから、それで3回目がワクチンって来てるんやけど、なら今行きたい時やから行けへん、もうちょい楽だから。ノッカーが変わったのあれだけ、ちゃんと伊藤さんだから、うん、なんか自分トヨタのノッカーが一番好きなんだけど、ちゃんと思ったらそこだ。気づかなかったけど、泣かないな、多分な。でも、暗上がったら怖い。入院大丈夫だよ。でも、あれ、1位の数だよ。1位の数、ちょっと宇宙間で。あ、終わった。左中間だった。まあ、いいか。逆中じゃなければ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、ワンセット十分お気をつけの上、ご自分のお席でお楽しみください。そこ誰かおる。ピッチャーとして活躍され、ソフトボール愛好家でもいらっしゃいます、魂のエース、ジョニーこと
監督です。